Hindman! Yamato.追い払いましたか。ああ、彼岸花を探してよいぞ。どうしてここで探すのです。お主が植えたのであろう。ああ、ここではありませんでした。ああ、久しぶりなもので、他の墓所でしょう。大場君のご一族のすぐ近くです。 ユリ、覚えておるか。確か俺が6つの頃、この森の悪夢を見たことがあった。夢ではありませんよ。怯えていらっしゃったので嘘をつきました。まことか？男が叫んでおったな。あの夜従者と館に戻っていたところ、賊に襲われたのです。賊とは穏やかではないな。従者は震えておったろう。ええ、ですが殿のお姿に。 父上に、なぜだ。老頭と共に賊を追い払ったのですが、すぐさま一人で追いかけられて、その後遠くから悲鳴が、夜明け前にお戻りになられた時は全身が血まみれ、殿をもののけと見まがう者もおったほどです。この湖に見覚えは？よく座禅をしに来たな。<笑> 落ち着かなくて。お前は岩になれと申したが、俺は泳ぎたくてな。はあ、岸からの眺めは格別です。若様、こちらへ。この老体を休ませてください。<笑>今じゃ騒がしいのは私の方ですね。この湖には雪を思い出がたくさん詰まっております。騒ぐ子の相手との。母君が若様を身ごもっていらしたおり、よく散歩に。そろそろ行かねば。 そろそろ墓です。幼い頃は長い道のりだと思ったが。なんと
ということ。墓を壊した上、先達の魂まで怪我しよって。早く花をお集めください。見ておられません。黄泉にいる叔母上も嘆いておられよ。槍川の乱で死んだ勇士らの墓にかような仕打ちとは。これぎりしかなかった。毒をこしらえるには十分ですが、これでお別れと思うと。志村家の墓所が近いな。滝の見えるところです。さあ参りましょう。ただし様、楽しき遠出にございます。ただしと言ったか私が乗馬姿がそっくりですから。父上と出かけておったのか。馬の乗り方を教わっただけです。前方、猛虎がおる。お待ちを、毒をこしらえてみましょう。どのような毒だ。ああ、恐ろしいものです。人を獣に変え、仲間すらも容赦なく殺すようになります。よし、頼んだ。急げ。毒ができました。こちらを。私はここに。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。武士の模範にもな。猛虎が去った後、この毒は無用。すべて捨てる。タッシュネギオンマッシンだ。Oh!
Ten twink. Sopter was this chirser. Mit Menschen dich mit. Zuckzen Polta. Du gehst samrachen, nam som teben. Sumon horek se quick. Som schon noch sich was.賊は根絶やしにしたはずでは。賊ではない、猛虎だ。あら、ここからでは見えませんでした。どうしましょう。志村家の墓所が心配です。調べていただけますか。遠慮は無用だ、見てみよう。ユリ、疲れたか。大事ありません。あなた様と湖で過ごした日を思い出します。何の話だ。俺ではないぞ。大昔のことですから、お忘れなのでしょう。戦火を免れたのですね。若様、覚えていますか。ここに眠る志村家のご先祖を供養した後、午後には和歌を読みましたね。ああ、覚えておるとも。一つ読まれては。
だけれど水の削りし岩尾から草葉の陰に花の笑みけり お見事な歌です。誉れはいつか消え去り、たけき者も必ず滅びる。近江に戻ろう。私は残ります。言っても聞かぬか。若様、賢くなられましたね。志村様は城に執着しすぎだと忠様はおっしゃっておりました。対馬の要だからな。力とは山のごとく大きく不動のものだとお考えなのです。志村様は確かに決断が鈍れば兵は乱れるのみだ。戦の最中、大将は何事にも動じず強くあらねば。なれど滝をご覧あれ、動かざる岩はすべて水に削られる。力は我らの周りにございましょう。もう一つだけご一緒したいところがございます。また後ほど。失礼を。風が冷とうございまして。ユリ、病か。まさか、とんでもない。赤島に参ろう。クスシがおる。他に参るべき地がございます。どこだ。近くにございます。クスシのもとへはその後に参りましょう。わかった。だが病ならば進路を赤島に変えるぞ。承知いたしました。相変わらずお厳しいこと。参りたいとはどこのことだ。それは言えないのか。秘密にございます。どこなんだ。ほら、ついてこられます。ユリ、せくな。
覚えがありますか？確か湯の近くであったな。ほら、あそこ。近くに参りましょうか。A lot of great drama.